帯放送です。本番からお送りする日本語放送を始めます。内地の革命参加日本戦勝利の歌をお送りします。
鉄の革命参加、金正恩将軍の歌をお送りします。労働党委員長で、朝鮮労働党委員長と国民委員会委員長の労働党と国会の最高指導者、金正恩元帥が、ベトナム社会主義共和国を公式親善訪問しました。朝鮮労働党委員長、朝鮮労働党委員長と国民委員会委員長の労働党と国家軍隊の最高指導者、金正恩元帥が、3月1日後の大統領府で、ベトナム共産党中央委員会局長のベトナム社会主義共和国グエン・フー・チョン大統領と対面しました。金正恩元帥が大統領府の広場に着くと、グエン・フー・チョン局長が温かく出迎えました。金正恩元帥はグエン・フー・チョン局長とうれしく挨拶を交わし、固く抱き合いました。金正恩委員長を歓迎する公式の儀式が大統領府の広場で行われました。金正恩委員長がグエン・フー・チョン局長と共に歓迎する子供たちの前に立つと、子供が花束を捧げ、子供たちが両国の国旗を打ち振り、熱烈に歓呼しました。金正恩委員長は子供たちに手を振って温かく答え、グエン・フー・チョン局長と共に歓迎に登りました。金正恩元帥とグエン・フー・チョン局長が歓迎台に上ると、朝鮮の国歌とベトナム社会主義共和国の国歌が厳かに奏でられました。金正恩元帥にベトナム人民軍、陸軍、海軍、空軍の儀仗兵の大将が出迎えの挨拶をしました。金正恩元帥はグエン・フー・チョン局長の案内でベトナム人民軍、陸軍、海軍、空軍の儀仗兵を配置しました。金正恩元帥とグエン・フー・チョン局長はそれぞれ両国の党と政府の幹部たちと握手し、挨拶を交わしました。それでベトナム人民軍、陸軍、海軍、空軍の儀仗兵の行進がありました。
朝鮮労働党中央委員会政治局委員の党中央委員会キム・ヨンソル、リ・スヨン、キム・ピョンヘ、オ・スヨンの各副委員長、朝鮮労働党中央委員会政治局委員のジ・ウンホ外相、朝鮮労働党中央委員会政治局委員候補のヨ・ジョンソル人民武力長、朝鮮労働党中央委員会政治局委員候補の党中央委員会キム・ヨジョン第一副部長、朝鮮副外相をはじめ幹部たちが共に参加しました。ベトナム側からベトナム共産党中央委員会政治局委員の党中央委員会チャン・クオック・ブオン局長常務、ベトナム共産党中央委員会政治局委員で党中央委員会職のファン・ミン・ジン組織委員長、ベトナム共産党中央委員会政治局委員で党中央委員会職のグエン・バン・ディン経済委員長、ベトナム共産党中央委員会政治局委員のファン・ディン・ミン政府副首相兼外相、ベトナム共産党中央委員会政治局委員で公安省のトーラム大将、ベトナム共産党中央委員会初期の党中央委員会グエン・バン・デン連行室主任、ベトナム共産党中央委員会ホアン・ディン・クアン対外部長、ダイ・ビエッジン大統領連行室主任、ドフ・アイズン外務次官、ハヌイ市人民委員会グエン・ドクズン委員長、ベトナム社会主義共和国レバディン中東特命全権大使をはじめ、ベトナム共産党とベトナム政府の幹部たちが参加しました。朝鮮労働党委員長で朝鮮民主主義人民共和国国民委員会委員長の金正恩元帥と、ベトナム共産党中央委員会局長のベトナム社会主義共和国グエン・フー・チョン大統領との会談が3月1日大統領府で行われました。会談に朝鮮側から朝鮮労働党中央委員会政治局委員の党中央委員会金元副委員長をはじめ来訪した幹部たちが参加しました。ベトナム側から共産党中央委員会政治局委員の党中央委員会チャン・クオック・ブオン書記局常務をはじめ、ベトナム共産党とベトナム政府の幹部たちが参加しました。会談では自国の政治経済の状況が互いに通報され、両党両国の間の友好協力関係を新時代にふさわしく各分野にわたってさらに深めることと共通の改善時についての意見が交わされました。金正恩委員長はベトナム社会主義共和国を初めて訪問して、グエン・フー・チョン局長と対面し、ベトナムの同志たちと民主を覚えることができて大変嬉しく思うとし、ベトナム共産党とベトナム政府と人民が手厚く迎え熱烈に歓待したことに心からの謝意を表しました。そして先代の指導者たちの意味の一人、必勝で結ばれた両国両党の間の友好協力関係を代を継いで引き継ぐのは朝鮮労働党と共和国の変わらない立場である。党と政府レベルで盛んに往来し、経済、科学技術、国防、スポーツ、文化芸術、出版報道部門など全ての分野で協力と交流を正常化し、新たな高い段階へと発展させるべきだ。ベトナム人民がモンリー選手基地を主眼とするベトナム共産党の周りに一丸となって、社会主義の旗を高く掲げ、裕福な人民、不況で民主的で公平で文化的な国家建設の目標を達成する上でより大きな成果を収めることを心から祈ると述べました。またベトナム共産党とベトナム政府が第2回朝米首脳会面と会談が成功に開催されるよう積極的で真心こもる支持と立派な援助をしたことに謝意を表しました。グエン・フー・チョン局長はベトナム共産党と国家と人民を代表して参議院民主党のベトナム人民を代表しました。この度の訪問は両党両国の間の関係の発展で理想表を立てる出来事である。ベトナム党と国家との友好協力関係は本当に育んだ伝統的な友好協力関係であり、ベトナム共産党とベトナム政府と人民はベトナムの独立と民族解放闘争に
祖先が大きな悲劇と幸運を来たことを永遠に忘れず、あらわたく両国の間の関係を常に重視し、両国の人民の利益と地域の平和と安定のために、両党両国の間の関係を一層発展させるのは、ベトナム共産党とベトナム政府の揺るぎない立場である。朝鮮人民が、金正恩元帥を主犯とする、朝鮮労働党の日没のもとに、社会主義建設と国の発展、人民生活の向上で、大きな成果を収めるものと確信する。第2回東米首脳会談の場所としてハノイを選んだのは、両国の間の信頼の表れである。会談で示された、アメリカの建設的で前向きな結果を高く評価すると述べました。朝鮮労働党委員長で、朝鮮民主主義人民共和国国民委員会委員長の、朝鮮党国家軍隊の最高指導者、金正恩元帥が、3月1日午後、ベトナム社会主義共和国のモーエチアン政府首相と対面しました。ベトナム社会主義共和国の政府首相を訪れた金正恩元帥を、モーエチアン副首相と、ベトナム中央委員会政治局委員のキヨンブワジン防衛副首相をはじめ、ベトナム政府の幹部たちが向かいました。中央委員長は、モーエチアン副首相と温かい挨拶を、金正恩元帥に子供が花束を捧げました。金正恩元帥に防衛治安副首相は総理に展示した偉大な金日成主席と偉大な金正日総書記、敬愛する最高指導者金正恩元帥の写真を見せました。金正恩元帥は防衛治安副首相と記念写真を撮り、友好的な雰囲気の中懇談しました。朝鮮労働党中央委員会政治局委員の党中央委員会金元帥副委員長をはじめ、来訪した幹部たちがこれに参加しました。朝鮮労働党委員長で、朝鮮民主主義人民共和国国民委員会委員長の労働党と国家軍隊の最高指導者金正恩元帥が、3月1日午後、ベトナム社会主義共和国グランシー・キム団議長に会いました。金正恩元帥はベトナム社会主義共和国人民会議を訪問し、グランシー・キム団議長と熱い挨拶を交わしました。金正恩元帥をベトナム共産党中央委員会政治局委員の人民会議トン・チーフォン常任副議長などベトナム政府の幹部たちが出迎えました。両国の国旗を手にした女性たちが立ち並んで、金正恩元帥を熱烈に歓迎しました。金正恩元帥に女性が花束を捧げました。金正恩元帥は、ジャーシー・キム団議長と記念写真を撮った後、温かいムードの中懇談しました。朝鮮労働党中央委員会政治局委員のキム・ヨンソル党中央委員会副委員長など、入国した幹部たちが同席しました。金正恩元帥と防衛省キム団議長は、同席した両党と政府の幹部と記念写真を撮りました。朝鮮労働党委員長で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長の、労働党と国家軍隊の最高指導者、金正恩元帥の、ベトナム社会主義共和国訪問を祝って、ベトナム共産党中央委員会局長のベトナム社会主義共和国グエン・フィートン大統領が3月1日国際会議センターで盛大な宴会を設けました。朝鮮労働党中央委員会政治局委員のキム・ヨンソル党中央委員会副委員長など在校の幹部と全員が同席しました。また、ベトナム社会主義共和国駐在、キム・ウンギル、朝鮮特命全権大使と大使館員が招かれました。共産党中央委員会政治局委員の、党中央委員会、チャン・クオック・ブオン特局常務など、ベトナム共産党とベトナム政府の幹部たちが同席しました。宴会の前に、両国の国歌が演奏されました。宴会では、ムン・フィートン書記長の祝辞と、金正恩元帥の同僚のスピーチがありました。ムン・フィートン書記長は祝辞で、
金正恩委員長のベトナム訪問を熱烈に歓迎し、この度の訪問は1964年の金日成主席のベトナム訪問以来55年ぶりの初の訪問として、ベトナムとの伝統的な友好関係を重視する朝鮮労働党と共和国政府の立場の表れである。ホーチミン主席とキム・イルソン主席がもたらし、手間暇かけて構築した両国の党と国家人民の間の伝統的な友好関係は、あらゆる挑戦を跳ねのけて絶えず継承され発展してきた。ベトナムと朝鮮との外交関係設定70周年を控えて行われた金正恩委員長のこの度の訪問が、両国の人民の利益と世界の平和安定協力発展に大いに寄与するものと確信する。ベトナムと朝鮮は遠く離れていても心は近くにあり、実の兄弟と同じである。ベトナムと朝鮮との伝統的な友好関係が絶えず発展することを祈ると述べました。金正恩委員長は定例のスピーチで、毛沢東書記長が党と国家活動の全般を指導する多忙な中でも格別関心を持って誠意を尽くして開催していることに心からの謝意を表する。激変する世界の政治情勢下で、朝鮮とベトナムとの友好の歴史的伝統を変わることなく引き継ぎ、新しい時代の要請に即して両国の関係をさらに高い段階へと発展させていく一年で、ベトナム社会主義共和国を訪問した。両国の指導者が信仰を傾け、朝鮮とベトナムとの友好の歴史を希望して綴ってきた両国の歴史たちの共同の魂が秘められているベトナムを訪れるのは至極当然のことで道義である。この上で、朝鮮とベトナムとの友好協力関係を新しい時代の要請に即してさらに発展させ、両国人民に幸せと未来を持たせるための聖なる戦いで手を取り合って進む意思を確認しました。そしてベトナムへの初の訪問と国政との意味深い対応を通じて、キム・イルソン主席とホーチミン主席によって結ばれ強固になった両党両国人民の間の友好協力関係の生命力と明るい未来を確信するとし、公演を行った指揮者に感謝し、共に記念写真を撮りました。金正恩委員長はベトナム共産党とベトナム政府の真心こもる熱い歓迎に改めて謝意を表し、毛沢東書記長と別れの挨拶を交わしました。金正恩主席に対して共演する最高指導者金正恩委員長の普及の著作、偉大な金日成・金正恩同士の党の異名は主張と間あるの全文や、偉大な金正恩総書記の写真とともにロシアのインターネットメディアのエロテイ防衛に載りました。また金日成主席に対して金正恩委員の主張の著作、金正恩同士の偉大な天然革命思想と業績を永遠に輝かそうの全文や、金正恩委員の写真とともにロシア極東地域キムイソン天然主義研究会のホームページに載りました。食事デーを迎え、春の食事が始まりました。朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会委員で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会副委員長のパク・ポンジュ内閣総理をはじめ、党と政府の幹部が台湾市内の勤労者と青少年とともに1日先週内のスポーツ村と三つ峰、モラ峰、中央植物園の樹木園などで木を植えました。党政権機関の人をはじめ多くの市民が市内の各所で木を植えました。関連道、天然南道、半分南道、半分南道などの人たちも木を植えました。この日の1日間280万本の木が植えられました。3月1日、人民病気100周年記念、台湾市の集いが、
昨日は原油増加停電で行われました。最高病院会の病院委員会、八重田元副委員長をはじめ、当初政府の幹部と関係者、最終団体の人たち、原油市民が集いに参加しました。最高病院会の病院委員会、木村元副委員長は木村元副で、本日1日原油放置は、日経に奪われた国と民族の自主権を取り戻すための愛国的構想であった。民族の自主独立を望む共産人民の一つなる者には、政府の愛国者である民族的英雄であれ、偉大な国の建設によって立派に実現した。偉大な国の建設は、国境から始まった勝利の歴史を引き継いで、人の拠点の国民と栄誉を一層輝かせるため、愛国共産の領域を重ねた。今、偉大な国民と民族、国民の拠点の国民と栄誉は、国民と拠点の国民と栄誉の民族の中で、最初の政府に立っている。来週は国民と民族の国民を立っている役所になる一方、国民と民族の領域を明らかに保たれている。国民この莫大な罪悪の総理人である日本は過去を真面目に反省し交換するどころか党の上乗りをしている。敗戦を通常やり方ないものとみなしている盲国主義に狂った者たちは日本社会に復讐主義の感情を培養し海外防止のための法律的制度的物質的条件を一日も早く管理し何としても70数年前の敗北を挽回しようとしている。しかし、地域の力関係が急速に変化する今の世界で、日本の企みは絶対実現できない妄想に過ぎず、この道で得るのは第二の敗北しかないということを日本は知るべきだ。日本の過去共産問題についての共和国の立場と意思は確たるものだ。地域を通じる日本の歴史的罪悪を総決算し、朝鮮民族の近代史を必ず支払わせるだ。人民の政治に対して、国政間の予定政策の国際関係を含めて実行委員会と、地域都市委員会、地域地域都政会が、2月23日共同声明を発表しました。ここには、大学選択人民の政府は、国際指導者の導きなしに、この機会を見つけられます。今週は、この機会を見つけられます。
Thank you.
ギター独奏をお送りします。お待ちしていました。